西武新宿線第3事件は2003年10月22日に西武新宿線で起きた痴漢冤罪事件2003年10月22日午前8時10分西武新宿線沼袋駅から私服サラリーマン A が上り電車に乗車した A は他の乗客の迷惑にならぬよう背負っていたリュックを下ろして右手で持ち傘を左手で持った A は 乗車から約5分後、左足と太ももあたりに何かが当たる感じがし、振り返ると外国人風の男性が立っていた。電車が高田の馬場駅に到着し、降車すると同じ電車で A の左前に立っていた茶髪の女子高生 B が A のトレーナーをつかみ、痴漢。てめえ触っただろ。と怒鳴った。駅員が駆けつけ、二人に駅員室に移動するよう促すと A は、 やっていないのだからと駅員室に同行し、駅員室で外国人風の男が真犯人ではないかと主張したが聞き入れてもらえず、警察を呼ばれた。法律上、A は B にトレーナーを掴まれた時点で B に現行犯逮捕されていたため、警視庁と塚警察署へ連行された。A は取り調べでも無実を主張したが、一切聞き入れられず、留置場へ入れられた。 A は、普段、電車の遅延などで1分でも会社に遅刻する場合は、必ず連絡を入れていたため、午前9時過ぎ、連絡がないことを心配した A の上司が A に電話を入れ、A が痴漢に間違われていることを知った。上司はすぐに、仕事熱心で家族思いの A が痴漢などするはずがないと思い、東京法律事務所の弁護士 C に連絡を取り、C は最初の接見で、 A は痴漢などしていないと感じたという。C は、戸塚署の待合室で待っていた A の妻 D に、A の言葉に嘘はないと思うことを伝えると、D は胸をなで下ろした。C は、戸塚署や東京地方裁判所に、A の早期釈放を求める意見書を提出したが認められず、A は逮捕翌日、東京地方検察庁へ送検された。東京地検は B から、 事情聴取した結果の2点に確信を持ち、A を東京地方裁判所に起訴し、A は東京拘置所へ移送された。逮捕から56日後、初公判が開かれ、A は無実を主張した。初公判から約2ヶ月後に行われた第2回公判では、B に対する尋問が行われた。B の心情を考慮し、法廷にはついた立が設置され、 A と傍聴席からは B の姿が見えないようになっていた。B は検察側の尋問に対し、被害当時右後ろに A、左後ろに女性が立っていたため A が犯人だろうと思った。A の手を掴んだが振り払われたと証言した。続いて弁護側の尋問が行われ C が手を掴んだ時何が見えたかと質問すると B は白いトレーナーと手が見えた。 時計は確認しなかったと証言した。外国人風男性に関する質問に対しては、外国人風男性では手が届かないと思うと証言し、その理由について再現実験でも届かなかったと聞いたと証言した。この再現実験のことは裁判が始まるまで弁護側に知らされていなかった。再現実験では B と外国人風男性の距離が何 センチメートルだったかなどの詳細が全く反映されておらず、また A 役の警察官と女性役の警察官の腰に拳銃と警棒がつけられたままになっており、外国人風男性役の警察官の手が入る隙間がなくなっていた。にもかかわらず、捜査主任の警部補が B にこれじゃ届かないよねと言った。第2回後半終了直後、 A は200万円の保釈金を納め保釈された。A の拘束は105日に及んだ。この間、A の長男は A と離れていたため A に懐かなくなっていた。C は A の証言通りに再現ビデオを作成していると、肩が密着した状態の A と女性の腰あたりに隙間ができていたこと、その隙間を外国人風男性の手が通り、B の下半身に十分届くこと。 その際に、男性の手が A の腰や太ももなどに触れることが判明した。この再現ビデオの上映は、事件から約8ヶ月後の後半で行われた。この後半では、警部補の証人尋問も行われ、C はまず、A が逮捕時に着用していた腕時計のことを覚えているかと、質問した。A が着用していた腕時計は斬新なデザインでかなり、 大きいスポーツタイプのもので、一目見れば記憶に残りそうなものだったが、警部補は覚えていないの一点張りだった。さらに、C は警部補が取り調べ室に入って、いきなり A に、お前、下着の中にまで手を入れたんだってな、と怒鳴ったことに言及し、警部補に A の手の付着物を調べたか否かを問い詰めた。すると警部補は、忘れていましたと証言し、 傍聴席から怒号が飛んだ。裁判は、事件から1年が過ぎようとしていた頃、裁判が決心した。判決は、約1ヶ月半後に言い渡されることとなった。判決後半の12日前、D は神に、私の命と引き換えに、A の無実を証明してと願い、リストカットし、自殺を試みたが、傷は浅く、命に別状はなかった。判決後半当日、 D は体調を考慮し、自宅で A の切符を待った。が、A は執行猶予付きの有罪判決を受けた。A は、控訴したら職場復帰の目処も立たず、裁判費用もかかる。これ以上家族に迷惑をかけるわけにはいかないとして、判決を受け入れることを決め、D に報告した。しかし D は、絶対に無罪を勝ち取らなきゃ、私が許さないと言い、A は迷わずに、 東京高等裁判所に控訴した。C は、第一審での B の犯人の手を掴んだ時、時計は確認しなかったという証言に焦点を当て、有罪判決から約半年後に開かれた初公判で、A が逮捕された時に着用していた腕時計を着用し、裁判官に手を掴んでもらった。初公判から5ヶ月後に開かれた公判では、再び B の証人尋問が行われた。 B は高校を卒業し、専門学校生になっていた。C は B にも手を掴んでもらったほか、B に A が毎日つけていた長男の成長記録を読んでもらった。手帳を読んだ B は、こういう人が痴漢をするとは思えないと証言した。2006年3月、事件から868日経った日、A は逆転無罪を勝ち取った。この日、傍聴席には A の親族、 同僚、友人、D は着席していた。A は職場に復帰し、事件から10年経った2013年、フジテレビ系列の奇跡体験、アンビリバボーの取材に応じた。この時、事件当時幼かった長男は、事件のことをまだ知っておらず、もう少し大きくなったらちゃんと話したいと考え、顔を隠した。ありがとうございます。